Hello everybody, this is KAZ. I am grocery shopping right now at a supermarket, and I'm going to show you how it looks like around here. So it's like this. So if you know, スーパーですけども、このね、廊下っていうの、この、スペースのことをアイルって言いますね。アイル7とかアイル、This is アイル15。アイルと言いますよ。アイル。These are plates。皿のことをプレートですね。こういうなんかね、スプーンとかね、フォークのことを、なんだ、ユーテンソーとかってなんて言わなかったですかね。ちょっと一瞬どう忘れてしまう。何だったかな。ちょっと調べていただけますか。ユーテンソーとかなんとかって言うんですけど、ちょっと確実に忘れてしまいました。何でしょうか、缶ですね。canned food ですね。canned food、ここは、Starbucks coffee right here. So these are like, this is a coffee section. たくさんコーヒーのあれがありますね。これが cereal ですけども、 cereal の綴りは何でしょうか。 cereal、cereal ですね。Pete's Coffee とかありますから、日本になさそうな気がしますけども、 This is Pete's Coffee. Dunkin' Donuts。 私はですね、コーヒー買うときはダンキンドーナツのコーヒーを買ったり、スタバを買ったりですね。大学時代にアメリカ人の近所の人、ジョンさんのとこに行ったら、コーヒー飲むかって言われてね、Would you like coffee? とか言われて、Sure って言ったら、インスタントコーヒー OK って言われてね、その時にインスタントと言われてね、ああ、インスタントのことインスタントって言うんだなとね、あ、英語ってそういう感じかっていうのがよく分かりました。Oh, thanks. マスさん、どうもありがとうございます。 Okay, so this aisle, aisle っていうのは通路っていうことですね。popcorn, peanut butter、Get your flu shot なんて言ったのね。 Get your flu shot。 スーパーでね、フルシャットをやっておりますけども、これは、風邪とかのインフルエンザの予防注射のことをですね、フルシャット。フルっていうのはインフルエンザ。 Okay, this is pharmacy。 これ薬局、 pharmacy ですよ。 This is the whole section for like drugs, medicine。 これはtoothpaste とか toothbrush ね。 These are toothpaste、 toothbrush で、これが何でしょうか。floss ですね。いつも L か R かちょっと忘れちゃうんですかね。floss、 F-L-O-S-S ですね。私はね、このブラシを買ってるんですよね。 small kind of tiny little brush for my teeth and gum. This thing right here. これね、たまに買うんですけどね、エアフィルターといって、自分の家のエアコンのね、なんかこう空気のなんとかこうっていうの、なんていうんですかね。それにパカッとはめてね、ホコリとかをキャッチするというね。このね、cap。There's a Virginia cap right here. 英語でね、なんかこう日本だと。こういうの野球部のキャップって言いますかね。英語ではね、これもハットなんですよ。This is also a hat。キャップはキャップなんですけども、とにかく頭にかぶるもののことをね、ハットって言うんですね。Okay. These are、gift cards。日本でもありますよね、gift cards。ね。Okay, these are, what do you call these stuff? This is, わかりますか、この洗剤ね。Detergent。Detergent。と言うんですけれども、そういう単語を忘れた時はね、これ英語のコツですけども、soap for dishes とかっていうふうに、それなりに工夫して知ってる単語で言ったらいいんですよ。わかります？ detergent とか忘れた時は soap for dishes とかね。あ、soap for clothes か、soap for washing clothes とかね。ちょっとこれどんな英語が使われてるでしょうか。あ、見えるかどうか分かりませんけども、ディッシュソープですね。ディッシュソープ、ランドリー、ライトボルブス。このね、バルブのことをね、ボルブって呼ぶんですよ。ね。クリーニングサプライズ、ブームス、モップス、フェミニンケア。ね。あ、フェミニンケアって女性のね、生理用品とかですね。なんかコーヒーがなんかランダムに置いてある気がするんですよね。